第13総合敵弾兵旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第5装甲師団励下にあって、旅団司令部をベッツラーに置き、旅団励下部隊は主に、ヘッセン州に駐屯していた。1966年8月1日に、旅団の前身となる B5 戦闘軍が、オーバープファルツのグラーフェンベーアにて編成され、1957年春に、 ベッツラーに移転する。当初、戦闘軍本部には以下の部隊があった。陸軍第二次編成に基づき戦闘軍は第十三装甲的弾兵旅団に改変、解消される。1959年時点における旅団霊化部隊は以下の通り。旅団はディーツの第五装甲師団霊化となり、師団における筆頭旅団として機能する。 旅団の歴史における絶頂期は、1962年6月にムールムロンで実施されたシャルルド、ゴール共和国大統領とコンラート・アデナウアー、連邦首相が臨席した関越式に参加したことであった。1972年秋に、さらなる再編成が実施される。第136補給大隊は、旅団から離脱し、第5装甲士団直轄の補給大隊となる。 このうち第3中隊と第4中隊は、それぞれ第130整備中隊と第130補給中隊として、旅団直轄部隊として残った。デオルクレーバー連邦国防大臣は1972年に旅団を訪問する。本旅団は最初に訪問した陸軍旅団であり、1978年に連邦国防大臣の離任に再始陸軍を代表して、 第13総攻敵弾兵旅団は総別の部隊パレードに参加する。陸軍第4次編成に基づき、第131総攻敵弾兵大隊は、第132総攻敵弾兵大隊に解消され、シュバルゼンボルンの932総攻敵弾兵大隊は、第15総攻旅団に配点、霊属し、第152総攻敵弾兵大隊に解消された。 1981年10月1日に第131総攻的弾兵大隊は再編成で復帰し、戦車と装甲不評戦闘車の混成による混成装甲大隊となっている。この大隊は平時には一部のみが現役運用されていた。1986年時点の旅団冷化部隊は以下の通り、1994年に旅団は解体する。 ありがとうございます。